アレゴスオリジナル小説の朗読会を始めます。哲学者パリス思うゆえに世界ある第15話成功。私はパリス、哲学者パリスが、成功したいとか成功したくないとか、そもそも成功の定義って何だろうか。お金を1000万手に入れたら一つの成功になるの？もっともっと多くのお金を手に入れたら成功？美しい奥さんを持ったり、一流企業の社長になったり、それは成功した人生なの？100年に満たない人間の一生、決して世の中の成功の定義に乗り込まれてはいけない。私は健康で毎日を過ごしたい。一緒にいて心地のいいパートナーと生きていきたい。お世話になった両親や親戚とたまに過ごしたい。子供たちに良質な教育を与えてあげたい。お金は必要なことをなすための不自由ない額だけで十分。途方もない富を追いかけ続けたところで、それに一体何の意味があるのだろうか。